はい、2021年日付が変わりましたということで、10月、めっちゃもう眼鏡なんかしょぼついて見にくいんですよ。10月18日でございます。今、パソコンの画面の右の方を必死に見とるんですけど、とりあえず日付回りまして、左の感じで折り返しまして、デッキは、これが一番ベストじゃないけど、ちょっとインチキ臭いから、一応ベストじゃないかなということで置いといて、とりあえず、現在は、こんな感じで、お疲れた、ほんと目がしょぼしょぼしてということで、差し引きますと、82やって、54、そんなには良くないね。とりあえずおしゃべりはいつも長くなるんで、デッキはもう本当に長い。とりあえずこれを一戦やって、アホ、あんた、ちょっと待った、ゆるがりで入ってかんて、あんた。ブルガリで入れんでしょ。いかんて、前入ったね、このデッキで。一回買ったんだけど、それで。ムカつくことにさ、水制限の時ぴったりだったんですよ、あれ。笑ったわ、あれ。ちょっと待ってくださいよ。それだったらすごいもうぐっちゃぐちゃになりましたよ、本当に。一回対戦でさ、出会った人のデッキとかさ、とりあえず見たりしてさ、上位の人とかさ、真似で見たりさ、いろいろやりました、本当に。ありとあらゆる思ったの。せっかくなんで、遊ぼうかなと思って、とりあえずこれ一戦行きましょう、ってことも。基本的なラインで言うと、4枠に連撃置いて、で、最終枠にバビルは。置いとけば、なんとかあれじゃないかな。できれば3枠に、ああいう、なんていうの、かばうやつ、パレンケタイプを置くのがベストかなと思うんですよね。パレンケか、それかコスト下げて、オバキューか。オバキューだったら色変えたいね。火はきついな。クラウで。水にしてもそれが正解なのか間違いなのか。ほんとなんか、画面かすむ、これマジで。あかんわ。かすむわ。やべえな、これ。うわ、デラかすむわ、これ。どうしたんだろう。いや、昨日あれなんですよ。あまりに目かすむんでさ、あれ、アマゾンで目薬買ったんですよ。ちょっと、医者行かなあかんのかな、これ。やりすぎじゃない、あんた。うん、結構やっとると思う、多分。結構やっとると思います。全体はおるね。全体おるね、はい。全体おるね。うん。これ一応ね、今ね、もう本当に残数、そこで負けるのが多いからね、今の時でもさ、わざと遅くしてさ、で、全体攻撃が、例えば問題間違いとかしたりありますが、そしたら、タゲか、亀に変えるようにしとる。うん。そんなでも、回答何、エクセとか無視してもいいもんで、できるだけその何、いけるように。うん。うん、ごめんなさい、疑っちゃうのか、ごめんなさい、あんたが疑ったらごめんなさい。これもそうだもんね、いや、間違って言うあれじゃないですか、エトナさんが全体いっとるもんで、体力高い、そんなこと前に言われんでも分かっとるわって、セルフ蘇生もやったんですよ、あれも、あれやるとさ、火力が足りんくなるよなーって、こっちいっとこだった。うん、やったんすよ、本当。一見さ、前も言ったと思いますけどさ、セリフ蘇生するとさ、一見一ターンさ、稼いだみたいに一見二回言いましたけど、見たいかなと思うんだけどさ、実は相手も残っとって一緒じゃんみたいなさ、で、結局 C 様と出会って、あら、止まれられちゃうってなるんですよね。さっき間違えて、偉そうにいちいちでも説得力ないよね。あの人1って言っとるけどなんか違うんじゃないのってちょっと嫌だってなるよね。ほんとでもマジでベーションをつくわ、これ思う。ほんとあれ、蘇生いい、うん、4枠の色蘇生いい、ほんとに。ただあそこであいつ畑山先生だったか、あれ40使うとめっちゃきついんですよ、コスト的に。はめれんことないんですけど、ありだと思う。3枠にカバウ、パレンケが一番あれかな、置いて、で、4枠に色、うん、そうそう、ああいう感じで、うん、蘇生置いて、うん、こっち行っとこう。置いて、それで、最終に、盾じゃないか、バビルワンみたいなさ、カバウじゃないか、あれ盾っていうの、幅木とかありますが、あそこら辺のやつを置く、アヌンナキとかあの手のタイプを置くっていうの。
ただ味方の火力ソースに左右されるとこあるからっていうとこがあれかな、難しいとこありますね。うまーくやったなあれな。うん、まあいいわ。うまいなあのタンジャン、絶対うまい。あれは素晴らしい。遅延おらんかったら泣いとったわ。あれはうまいうまいと思う。あなたちゃんと見てないもんね。ほんと妖爆の今日蘇生はばりやすいですよね。今日のコストの210って構築的に結構遅延いつものっていうのをやりにくいんですよ。やってもらうと多分皆さん分かると思うんですけど、やりにくいんですよ。うん、これもねどっちでね使うかってありますけどね、もう使っちゃう。3ターン継続だから残数じゃないけど残りによりますけどね。うん、もちろん2ターンじゃないからでかいよね。これが本当にダダクサに使えるって言ったら言い方悪いけど、それが強いんですよね、素直に。で、これ、イベ補正込みで考えると、ハバキより風じゃない分有利なんですよね。まあ、そんなもうお前に言われんでも分かってるわけで、まあ、そういうことはそういうことはさておきまして、思う、マジで。ありがとうございますということで、デッキの話は、こっち、とりあえず30分ぐらいまでやって終わって、で、向こう、1時ぐらいまでやって終わって、ありがとうございますということで。で、こっち戻ってきてからまた喋りますわ。うん、基本はだから、あ、もうせっかくだよ、このまま行こうか、これ、霊障と売れる場で。動揺してもダメかな、これ。まあいいや、とりあえず行こうか、行こうか、行きましょう、行きましょう。途切れるまで、途切れるまで、途切れたら普通の方戻しますわ。そうだな、初手はあれなんですよね。あ、別にエデンじゃなくてもあいつだといい。タケルよりね、あいつあいつフランスのベルサイユあれだと漏らしがなかった。多分今数字見は分かると思うんですけど、私のこれ7凸じゃなくて6凸なんですよ。これでも一応打ち漏らしはなかったかな。一回ちょっとあれうる覚えだったあったのか、どっちなんかなーっていうのがそれぐらいだったかな。これどっち行った方がいいんだろう。B か B か迷ったんですよ。いやこれあいつシュールさんかあっちどっちがあるかなと思って、アッシュか。いやどっちも多分あれ朝ちゃん打てるでいいんですけど。何言い出した？エデンのことだ、エデンのこと。そう。ベルサイユだとね、あれ計算した時にね、少し細かい乱数ぐらいが確か入ってたんですよ。そんなに使うの不安だったんですよ。タケルも入っとんですよ。で、タケル構成でもやったんですよ。ベルサイユだとね、確か漏らしなかったはず、向こうで。6600の数字。だから、オズヌ使いはもうあれじゃないかな。あれがダメなんですよね、あいつ。あいつ。あれ。7た名前でこん7た。いや誰もヒーローランカー使ってかんがお前。ちょっと待って、ごめんなさい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 すみませんごめんなさい。縛った、あそうか、ヒーコだでいいか、ごめんなさい。タイミングあれだった、縛った。見てなかった、ごめんなさい。何のこと言っとったんだ。ベルサイユのこと言っとったんか。ベルサイユのこと言ってたのか、確か。ベルサイユのことだね、ちょっと待ってくださいよ。ベルサイユのことだったか。そう、だから、そっちの方がコストがね、下げれるんですよ。エデンで組むより。そんだりそっちの方が意外にやりやすいかなって。漏らしはなかったはず、確か。ここでやってましたもん。でタケル構成もやったんですよ。タケル構成にしと組めんのがあるんですよ、どうしても。コスト的に。エデンの60をどう取るかなんですよね、ここはね。うん。で、これ、最初ね、すごい疑心暗鬼でリオコ使ったんですよ。1708だったか確か。16000もないぐらいですが。風っていうのが唯一でかいんだけど、これ本当に何ブラジルの時からさ使えんだろうなと思って、完投させるもないよなと思ったんですよ。
あいつパイセンを集める過程で集まったでまあいいわぐらいに思ってたんですけど、連撃を引き継いだこのバビリアが結構めんどくさいんですよね。なんすよこれ。いや本当に思う。だってバビルあれ3400ですわね。イベ補正入って1700、5000ぐらいでしょう。5000ぐらいの8回攻撃ですよ。火で。幅機だと風が入るから、それがでかいんですよね。それがコスト39で使えるから、まあもちろん今回限定ですけどね。で、さらにこの210の条件で結構遅延が組みにくいから、C 様構成すると最後あれなんですよ。どっかがかするんですよ。小さな構成ってやってみて分かったんですけど、前に言われんでもって言われますけど、デッキのところでも喋りますけど、あの何、さて、まあ親父を、あ、これがいかんかったな。ここだけだ。どっちにしろ両方コストだろう。うん、コストだろうってことないけど。ちいちゃんまれだもんな。親父が動くのは分かっとる。ちょっと今ごめんなさい、全然見てなかったわ。あのその喋ることしちゃった。ありがとうございますということで、全然見てなかったで。そうで、そのなんだ、引き継ぐ構成か。じゃあバビルアのことか。あのありがとうございます。あれもうちゃんとやりながらあれだね、喋った方がいいんじゃない、多分。あの喋るときはデッキのこと喋った方がいいんじゃない、多分。あと集中しないでしょ。ということで途切れまして、まあでもこれが一番あれじゃないかなということ。ただちょっとイベ補正使っとるとかインチキ臭いとかあるんで、まあ普通に行くならこのラインを守ればというか、あれどれだったかな、待ってくださいね。3枠、あ、4枠連撃、5枠バビルワで3枠カワウをとりあえず残しとけばいいんじゃないかなってやったのがあるんかな。こんな感じでやってたのかな。これは向こうで気づいてたんですよ。まあ、とりあえずこれ行きますよ。うん。これでずーっとやっとった。行きましょうってことでどうも。ただいろいろやっぱ試したいもんですよ。試したいんですよ。イベイルとかもいろいろあるんですよ。試したいんですよ。あの、コーベリアルとかそこら辺も試したりはいろいろしましたよ。だって、まあ、そうして使ってみるとこんな感じかなって、右のような感じ。あ、意外にね、私、候補アッシュ、ここの何とこで、非限定ですが、結構使いにくいんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなことないよね。あれだって、風で打っても等倍だもんで、パレンキじゃ叩けんからさ、多少は残りますが。あ、イベ補正入っとるかっていうのもあるか。でも、イベ補正入ってるの多少残りますがね。で、結構みんな火がおるから、っていうのに意外にやりやすいかな。ターンがずれて、ユキちゃんとかがおったりすると、水変されてアウトですけど、そんなに使った感じ悪くはないかなっていうのが印象だった。意外と意外と。うん、で、他に、今のあれですが、ミカ2番目の方、後発手使ってますが、後発手3枠に置いとる人もいましたけど、結構入ったんですよ。意外と。意外と入ったんですよ。私が書いたらよかったの。ごめんなさい。水構成が多いっていうか、火構成以外というか、火がおるから意外にあれなんかなと思って、全体がおらんか。そっち行くか。だったら、そのまま、まあ、いや、変えとくわ。こっち行くわ。全体が俺あれだったけど、いや、どこ行くか迷ったんですよ。一体落とした方がいいよなって。これなんで入れとくかってコストが足らんのもありますけど、次水に変えたいからぐらい。うん。パレンキは正直風でもいいかなと思うけど、あいつ見ますが遅延が。その可能性を潰したかった。ここの火力不足がもろ出るのが嫌なんですけどね、これがね。素直にね。うん。そこなんですよね。個人的にってちょっと意味遠くねえか。なんとなく、なんとなく。風かどっちかなって、はっきり言ってここのあの色の判断はできてない私。火は絶対にもらうでか。うん。それは分かっとる。風の方があれだけど、遅延があるもんで水にしたんかな。そこは運だと思う。うん。た、その可能性を減らすためにってことですね。とりあえずは。さて、お仕事。これ、出らせるね。多分さ、3番のイカさんの方とさ、私とさ、多分あれだ、焦って押したんだろうね。あれ違うんだろうね、回線のスピードというか。私比較的遅めでさ、
大体後からさ、押してもらえることが多いからさ、私が多分あれじゃないかな、あなたの回答速度が遅いとかそういうことは抜きにしてくださいよ、そこら辺は。ということで、出てきたね、バービルが。こっち行こうか、とりあえず。連撃だで一応飛ぶと思うけどな。うん。まあ、とりあえずアンパイだけは拾っといて、全体だで。できればあっちにも飛んでほしいよね。ベギンにも。バビルが止めるのはほんとあれマジででかい。あれほんとあかんやつ、あいつ。いや、思った。感じなんかあれだな、細けえな。3番となんか似てるな、地面で細かくなって。中国語みたいだな。ほっとこれ使ってみて思った。葉巻並みのなんか肩刺しとるしさ。3ターンはやっぱエグいわ、これ。2ターンじゃないもん。それがでかすぎる。最初思ったんですよ。50% でほんとなんか役に立つんかなって。めっちゃ疑心暗鬼ですよ、マジで。うん。思ったわ、これ。すごい使うまでなんか怖かった。最初ね、全然わからなくて、はばき使ってたんですよ。そしたらみんな見とったら結構最後にさ、これ、ん？バビルア構成置いとる人が結構おってさ、それでやられとってさ、すごい最初ボロ負けでしたよ、本当に。最初に自分で考えてた構築なんか、お、なんか全然あれでさ、ありがとうございますということで、あれ、私ね、過去のずーっと条件からね、そこそこいけそうだったやつっていうのは、ある程度機能したデッキとかをね、ありがとうございますってことで、デッキをさ、なんだろう、非課税なら非課税、非課税例えば、200なら200とかありますが、それだけ残しとんですよ。で、大体そういう時にどういう風が良かったかなーって、対象国は無視ですよ。とりあえずまだこのままでいきましょう、どんってことで。で、残しとんですよ。で、過去の傾向から見とってなんか、遅延が多いから水変して、なんだろう。蘇生ずらしとかさ、そういうのやってきゃいいみたいな。それか、あいつ、ヴィッセル使ったりとか。で、割となんか遅延を無視した構成じゃないけどさ、あんまりシー様を意識してないという構成が多かったから、いいんかなーと思って。ただコストがちょっとずれるとあかんとこありますかね。その時によって組める組めんがあるから。あとこのユルの出現が結構頻繁だから、それによってトレンドが変わっとるから、過去の傾向が一概にね、通用するとは限らないです。ただ一応指標としてどんな感じかなーって。2色始めた時がさ、案内する思想になってたね、これ。結構紛らわしいというかさ、どっちで行けばいいんかなって。基本引かずって風で行った方がいいですもんね、最後食らうから。ただ、ね、風の罠も仕掛けとるから一概にはそれは言えんけどってことなんですよね。どっち行く？どれ行く？多分こっち行った方がやりやすいでしょう。これ WH がなんか全部一緒に見えるんだから、全部一緒だな、 WH だもんな。うん、そうだね、パイセン使ったで分かるけど、絶対パイセンでパイセンは行きにくいもんね。ステがあれだもんね、火力の方が低くて体力高めで、で火に対しての特攻だからね。水風だと、お前に言われんでも分かっとるわ、そんなことは。でもそういうことは抜きにしまして。いや、自分でやったら分かっとる。パイセンでパイセンやりにくいだろうなと思って。だから、使ってみるといいですよね。その人の、構成が、構成というかさ、分かりますか、なんとなく。この場合って別にあれだよね。私が先に行くあれじゃないよね。うっすあって使われるの見るとさ、水変するのなんか怖くなるな。初めて見たぞ。初めて出会ったぞ。ちょ、あなたタゲ押してないで。これもはっきり言ってね、こんなとこ水に変えたくないんですよ。コスト的に入れるのがないのと、しゃあないもんね、こんな風にしたんですよ。とりあえず押しとくか、両方。こういう場合ってさ、どっちがいいと思います？私が使った方があれだったかな？二人使った方が、アッシュに任せた方が良かったかな？相手の火力的に。
どっちかあれかなって自分の中であんまり、あーバウバガバウバガ、バウバガバウバガ、あれたまにやられると多分皆さんわかると思いますけどさ、バウバがさ短縮してさ親父動かすとき、あれも本当に何人生の絶望だよね。いやもうあれあれで本当に何一気に形勢逆転みたいなさ、あいつそういう力持っとるの怖いんだよな、なんか他っとくと。で今日うらら結構あれだよね、2回攻撃なに2連続めんどくさいね、あれ結構持って帰る。最後でもやっぱあれだもんね、連撃欲しいもんね、どうしてもね。さてと3とかなっとるよ先生。めっちゃあれじゃん、ナイトメアだねこれ、悪夢だね、さっきから持っとるけどすっかりあれだったな、見てなかったな、あんたありがとうございますということで最後何にもあれだな、あそっか蘇生なしだったか、ありがとうございます、ありがとうございますということで、まあ、このまま行きましょう、行きましょう。こっちのデッキの方が多分いいんじゃないかなと思って、あ右の写真差し替えた方が良かったか、こんな感じの構成なんですけど、右の方がはっきり言って機能するのはあれですよ、2枠にあれが置けるから、恩人みたいなタイプが、まあ、とりあえず行きましょう。どうもこれで組むより多分自分の感覚ね、向こうでやっとるやつな、向こうで喋りますけど、初手のエデンをベルサイユにしてその分コスト下げて、で2枠に恩寺とかパレンケ置くの、進化パレンケで3枠にあそうか、普通パレンケ置く、それが割とあれかなって思っとんですよね、そのラインじゃないかなと思う。であとコストに応じて連撃を本当はやっとこにしたいんだけど、どうしようかなとコストね、そこら辺だよね、うんですかね、うん。一回ぐらいだったかな、六突で打ち漏らしたらバレてないと思うんだけどね、誰も分かってないだろうね7とでもあれだろうな、微妙な数字の差はあると思うからさ、耐え方とかが多分、あ1万も出されとるもんな耐えられたな、耐えられたな、あれはな、全体がおらんか、こっちもらっとこう、とりあえず。そうだよね、あれだよね、さすがだよね、やっぱりパイセン絶対あれだもんね、パイセンの方がやりにくいもんね、さっきも言った通り。ちょっと足寒くなってきた、ちょっと足消させてください足寒、私結構足冷え性な人なんですよ、すいませんね、すいません、結構冷え性な人なんですよ、うん。そう、2枠の答えも出てないですよね、進化パレンケなのか恩寺置くのか、その時々だもんね、どっちか分からんのですね、置いていいのか分からん、なんかはっきり言ってあれ答えが出てない、コスト的にはまる方はまってるけど、個人的には恩寺のがあれかなーって思っとる。あ今のたまたま水がうまくはまったってことですね、うん、たまたまですよね、あれは。一概になんかさ、水に変えるのが正解だと思うわ、風も結構おるからさ、当たり前ですかね、パレンケ風ですかね、まあ、もちろんそれで全部火力出せるわけじゃないですけど、田島なんかどっちみち全属性でできた等倍だもんで、うまーどっちがあれかなーって、ただ遅延を避けたくて火だと食らうってことを考えると風がベストじゃなくてベターかな、いいこと言うかたまにはって思ったんですよね、って思ったんですよね。火力的にあれだね、ここはさすがに 50% じゃねえ、松に投げてきてやっぱエヴァも使いましたよ、そしたらパレンケの代わりとかできんかなと思いましたけど、さすがにそれはあれだった、できるっていう感じじゃなかった、うん、あれDifferent, unjust, online, broken, multiple. 全体かかっとると結構きついとこあるけどね、ここはね。
2222のこれが起きれてあれか。こっちとりあえずもらっとこう。さすがにでも早いよな回答な。よう思うわ。とりあえずあの両方の蘇生はいただけるんでとこだね。先生がまだあれだもんね、立場台残っとるでね。今日のでも縛りはほんとあれだと思う。ちょっと重いとこ作るとさ、どっか何穴じゃないけどさ、軽いの作らなかも。どこで軽いのを作るかなんですよね、うん、思っとる。それは素直にどういう風だろう。とりあえずあそこら辺だっけか。バビルアが早く落とされちゃうと結構辛いとこあるな。どっちもどっちかな。まあ、こっち行っとくか一応。そう、このラインがでかいんだよね。バビルアスズメライン。ここの起こしてからの勝負だよね。バビルアが多分一番最後強いと思う、マジで。うん。おぼう。で、あれだよね、シュールさんもあの回復量がでかいんだよね、あれが。1% じゃないもんでさ、そこが大きいんですよね。6ターンは遅いんだけどな。はっきり言って。ありがとうございます、ということで。ただ、今回の条件に関して言うと、バビルアの結構なるっていうのは、あの、カバウっていうのを立てていた方がいいんですか。なんか、シールドマークみたいなつきますので、ありがとうございます、ということで。さすがに早いな、やっぱりな。ありがとうございました、ということで。28分、もう1回ぐらい行って向こう行きますか。とりあえずは最後にデッキはおしゃべりしますわ。行きましょう、ドンってことで。これが多分今の状況でさ、コスト的にじゃないけど、イベイルがなしである程度組み合い、いかんか。バビルはあれでかんか。コスト的にバビルはあれなんですよね、割と入れやすいとこかな。あ、そうか、ちょっとイベイル多すぎるか。もうちょい少ないとあれだったか。向こうはまあエデンなしなんで、ということで。って思ったんですよね。これどっちの方が高いの？向こうの方が高いんか、あれって。ちょっと待てよ。少なくのがあれだよね。アッシュの方が高いよね、多分。いや、右にあるじゃん。5100だから ?7600 ぐらい。あ、そうか。アッシュとエデンと一緒か。あ、そうかそうかそうか、全体おるか。一応保険はかけとこう。さすがだね。さすが。いや、思う。多分さ、いけるんじゃないかなと思ったけどさ、保険のためにさ、残すとか思うんでさ、あれ絶対あれなんだね。分かっとって答えたら、さすがだよね、あれ。いや、思うわ。そうだよね、あのあれがおるもんね、進化パニックがおったら。さすがだな、あれ本当思うわ、マジで。うん、ここはもうあれだ、あの生きった竹はできんわ。うん、いけるとことりあえず拾って、流れ玉はまあみんなが飛んだらっていうぐらいかな。私的に言うとうどん行っても別にあれか。ただあれだ、ピサ君がおるからあれだよね。火はどっちか、火、あ、でもあれか、変わるか。すごいあれだね。いや、プロ精神だよな。私この時溝に変わるのはあれでもさ、押しちゃうかな、もう。いや、すごいあれだと思うわ。生き残る可能性が高いからあれなんだよね。いや、さすがだと思う、本当に。真面目に思っとる。うん。でかいよな。見事にか、まあこれがな、これはまああのあれだわ、本当に。ごめんなさい。これがベストだと思わんのですよね、だから色が、水は。さっきも言ったように、ベーターでさ。そうだな、風だと持ってかれるもんな、ごめんなさいだな、あれはな。うん。で、ちょっと待てよ。3。とりあえずこことあれか。
やっとこ入れれば、本当やっとこ入れたいんですよね、マジで。あの一発の火力は全然リオコと違うもんで。ただ回数攻撃に関してはリオコ数があるんで、それがでかいと思った。使ってみて本当思いました。2ターンしかなくて、何、リオコの火力、私、カントスじゃないんですよ。出してもあんな2万も出さんから、なんか大したことないよなーって思ってたんですよ。コストが軽いぐらいかなーと思ったけど、引き継いだ時のこのバビラのこの8回が、これマジ、これがマジでかいんですよ、とりあえず。思っとる。うん。さすがだよね。残数しっかりあれだもんね。どんなエラーも見逃さんっていうところだね。私こういう場合は連撃があるから、とりあえずあれだね、あいつあいつ今全体かかってますけど、バビルアの火力からいって、まあ多分攻撃回数だったら盾かかかっても間に合うだろうなみたいな風に思ったんですよ。あ、言い訳しとるなんてね。たげりたいけどな、一番右たげりたいけどな。うん、いやあれだな、不安だったんだろうね。あのアンボタン間違いんじゃねえかみたいなね。あのボンクラーで右があれだったな、あの一発があいつまで届きたかったな。まあいいわ、シュールさんどっちみちあれだ、どっちみち両方とさ、あれだろうな。これさ、ミスでもダメなの？いや、罪は罪だけどさ、いや、意味的に私シュール2体か。まあ、いや、とりあえずこっちにとくわ。っていうか、あれだもんな、大体似たような構築でバビルは2体はあれだわな。いや、助けてもらっとるわ、これ本当に。基本的に盾がかかったバビルを私結構信用しとる。ありがとうございます、ということで。素晴らしい試合だったな。ありがとうございますということで。いや、これ絶対あれだ、チームに助けられとるわ、本当。ありがとうございましたということで、まあ、お時間も34分なんで、デッキの方は向こう行って戻ってきてまたおしゃべりいたしますということで、例によってアカウントの変えていくでございますということで、はい、ということで、チェンジ。はい、ということで、例によってアカウントの変えてきました。今のとこプチって言ってたけど、あ、ゾキ入れやがったの、大丈夫かこの野郎ということで、左の成績で折り返しまして、デッキは右の感じでなんか似とるなということで、基本的なラインは一緒です。もう本当に3枠でなんかカバーを置いて、4枠で連撃して、最後バビルアでいきましょうみたいな。で、現在の成績はこんな感じでございまして、差し引きますと30もとい26727のん19 27の19、まあまあまあ、とりあえず行きましょう。あ、前、また揺るがりか、お前。よかったな、ハイレンデッキで。揺るがりのデッキで入った時なんか確認してくれるというね。大体思うもんね、2番手ぐらいとかにさ、スズメとか置いてある人、あ、3番手とかになんか置いてある、あ、揺るがりだねって、ね、思いますもんね。とりあえず、まあ、行きましょうってことで、ドン。いいね、揺るがりじゃないね、行きましょう、ドンってことで。揺るがりと対戦とレギュレーション変えてくれんのかね。じゃないとね、ちょっとこいつ邪魔か、このあれが。このあれか、ちょっと待ってくださいよ。これぐらいか。これあると便利なんですよ。写真とかさ、変えるときにさ。私のあの、ホームボタンじゃないけどさ。あの、あれだね、パソコンのタッチパッドじゃないけどさ。そんな感じで使っとるんですよ。どうでもいいね、お前の使い方なんかね。うん、そうだよね。興味ないもんね、そんなことね。まあ、とりあえず行きましょうか、ということで。こっちの、おっと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 、そう来たか。そう来たか。さて、これもうぴったりな問題だから、まさにパニックだから、さて、さて、まさにパニックだからこれ、ね、ぴったりぴったりだね。こういう時さ、あのエデンだとさ、あの何、多少ミスってもさ、いけるんですけどさ、いけたいけた、オッケー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 、グッド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 、さて、
G こまけ、iPhone こまけ、これもうダメだ、私あれか老眼かな。そんな年齢じゃないよね、だって平成だもんね。何と、いや平成生まれ、平成ジャンプだもんね。平成ジャンプしとる人で平成じゃないだろお前。まあいいや、まあ、そういう話は抜きにしまして、こまけえなこれ。エデンの方がこの構成が組めるかな、思いっきり話し飛ぶね。あ、あーそう、あーあー出会っちゃった、あー出会っちゃった、出会っちゃった、帰ってください、帰ってください、お願いします、お願いします、色変えてください、お願いします、色変えてください、お願いします、色変えて、色変えてください、お願いします、変えてくださいよ、変えてくださいよ、あー変えてください、変えんかったんか、あれ何これ、なんで、え何これ、ちょっとラッキー拾いすぎじゃない今の、マジっすか、マジっすか、これ昔さ久保田利伸の歌でミス、いやお前久保田利伸の歌知っとるし、でお前平成じゃない、いや平成だって、あの昔あれだ、昔じゃない、今聞いたもん久保田利伸、あーこれね、ゴーダイに出会うと本当あれだね、あー稼いでよかったと思う、こんなどうだ、本当あれだな、私あいつ行かなかんかったな、しくったらごめんなさい、すいません、しくったらごめんなさい、マジですいません、ごめんなさい、今しくったわ、あのタヌ行かなかんかった、お前なんかはばき見るとさ叩きたくなるんですよ、いや目の敵、お前いつも使っとるくせに、頼りにしとるくせに、いやだってあれだね、日風の最後の守護神だもん、今日のバビルアンみたい、本当にマジ思う、ちょっと待てよ、しくったな、あのタヌのやつ、そういうミスが多いんだぞ、さっきみたいなあれだぞ、プロみたいなお母さんの対戦あれだぞお前ほんとおんぶに抱っこだな、でもこれホット両方、そのさデッキとかで近いやつなんてやろう、果たしてもらってるとこあるけど、実際にそういうタゲとかさ、それから英語の回答の判断とかさ、でもちろんそのね、分かっとるけど、さっきのあのね、初手の打ち漏らし用に全体攻撃があったけどって、あれ多分わざとあのタイミングずらしたと思うんですよ、ああいうとこも考えると、そういうとこのがあれだろうね、対戦の勝率とかに影響されるのシステムの方が本当はいいだろうねって思う、素直に。これはだけどさ、誰もあれだったけどさ、私あかんかったよね、あのパレンゲとか遅延もらってたもんね、あれめちゃくちゃ、あんなもラッキー拾ったら本当は負け試合だろこれ、パレンゲのとこだって持ってかれたもんね、あれは 色変あればだったけど、色変あると思って使わんかったんかな、それか、そういうことかな、え、そういうこと、そういうことかな、あったもあると思って使わんかったら、あ、ラッキー拾ったってことか、新カッターで、なんでそういう読みまであったってことかな、だから逆にあれかな、コメント新方が良かったってこと、相手って、いや言うとさ、あの何番スキル何番スキルとかさ、ありがとうございますということでっていうこと言うとさ、相手にバレます、あ、あいつらなんか、なんかチーム内でなんかゴタゴタして、お、よしこれじゃあスキル使っとけ、使っといてお得だで、ありがとうございますということでっていう風になりますが、かな、どうなんだろうあれは、まあ喋らずそのままいきますわ、やっとる構成は大体一緒だし、向こうの方が手持ちの駒が多いんで喋れることが多いんで、デッキはあの最後で向こうでお話しいたしますとして、でもこれやっぱさ、あの勝率とかもちろんあるけどさ、崩していろいろやった方が面白いに、負けるけどさ、負けるよそりゃ、あのそれ全部が全部構成が当たるわけじゃ負けるけど、でも面白いし、素直にやっとる方がいろいろどんな感じなのか、パーセンでもさ、これ実際にビルサイドがちょっとあの漏らすとかあるでもさ、やってみんとさ、その体感的にわからんっていうの、あ、意外にあれなんだなって、いいんだなーっていうのがさ、うん、こっちとか、うん、ずらしとくわ、
あれだね、ハテナの獲物を奪って感じだ。そういうとこもちゃんと見なくなる。いやマジでこれ本当にさ、あれなんか一個あれだぞ。ほっと細かく見える。なんかこれ iPhone なんですけど、iPad に慣れすぎてるかな。あんたなんかね、最近ほんとね、ここ 1,2 週間ぐらいなんかパソコンの画面見とるといいな。老眼じゃないけどさ、多分寝不足だろうね。対戦しとるときほっとあれだな、3時6時ぐらいかな。普段が2時6時ぐらいかな。なんでお前そんな暇な生活しとるの。忙しくないくせに忙しいふりしとって感じぞお前。行くとこないだろお前、どっちみちそんなこと。まあ、そんなこといいっこないということで。残数見とるちゃんと。目がな、目がな。ちょっと待ってよ。なんだこれ、ちょっと待てよ。ごめんなさい、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 ごめんなさい。あったな、少し食ったな。はばきだけちょっといただいておこう。ホットなんか字がすごい、パソコンの画面見とった方がいいなこれ。ホットここあれなんですよ、2枠3枠よりどっちかいうと4枠ぐらいの組成が結構あれだよね。あそここうしてハンコとかさ、あの辺りで、あそこだったハバキとかアヌンナキとか、それからシレーナか。シレーナは今日そんなに使ってくる人あれだね。今日構成的にあれですね、それがやりにくいですもんね、素直に。蘇生はおるけど真ん中があれなんだな。どっちにしろあそこのリオコあんたしくったな、あれな。あれを即答しでいかなあかんかったわ、あれしくったわ。ちょっとこうやって穴ができちゃうとあかんな。あれラッキー拾いすぎじゃないか。え、なんで。あれはいかんだろう、拾いすぎだろあれは。いやあれ絶対ラッキー拾ったぞ。あれ何パーセント出すんだ。え、見たいな。水になっとるな。41,490 だって。恐ろしいダメ出すなあれ。あれでもラッキー拾ったぞ。あんなもん、あそこで 100% 蘇生あったら全然あれだぞ。まだまだこの状況にならんもん。さあ当たり前だろうな。まあ拾えるもんは拾っとくということで。そうだな、ここだとグーネーズとあれだもんな。あそこの剣士とあそこが起きたもんな。だよな。ありがとうございますということで。絶対に危なかったぞあんなもん。ちょっと今足元あったかくなってありがとうございますということで。これはこんなもん、ラッキー拾っとるぞこんなもん。あんな負け試合だぞ私。運も実力のうちなんて言うんだよ。でも運要素は絶対あるでしょうね。これは、それは思う。そこら辺のところは。敵味方の巡り合わせじゃないですか。まあ、とりあえずどんどん行きましょう、どんということで。でも50分だね。もうあと2000ぐらい。3000ぐらいいける？ 2000 ぐらいなんとかならんかな。最後、やっぱ大体あれだね、みんな。別がそだりあれだな。似てくるわな。すごい羽の人もおるし。
ベルサイユででも本当あれじゃないかな、耐える要素がないから絶対にエデンの方が有利は有利ですけど、そのコスト差15をどうするかなんだよね、あとはね、うん、こういう場合だとあれじゃねえ、朝ちゃんいけないんじゃないか、朝ちゃん同様ぐらいだったら打てんか、あそうあれだね、そうだね、ピオちょっと あんまりあれ覚えてないけど、HP をこれは私ヒルズぐらい、そこぐらいだよな、負けに風が全然いらんのになんで押しとんの、じゃあ一応ユキちゃんがさあなたもさっきみたいにあれだぞお前、いやどっちみちやられるんだったからそうじゃないって、まあスキルボタン押しとけみたいなさ、スキルビームのとこあるだろう、ポイントビームみたいなとこあるもんね、とりあえず押しとかなそうみたいなさ、性格悪いなあんたね、届かんなあれはな、先に答えたら誰だもんな、結局パレックは先に動かれるもんで、そこは勝負運だろうな、私とナモミ様モナミ様以外あれだもんね、火だもんね、引っかかるは引っかかるもんね、水に帰れん分っていうのとこありますけどね、ただ水が一概に本当有利だと思うんですよね、メグガス的に、そうだな、縁の2体持ってかれたな、そこら辺がどうかってとこだな、でちょっと待てよ、もうガーコの WH が本当だから全部一緒に見える、そうだそうだ WH は一緒だもん、めっちゃ細かく見えるよこれ、でさあれあれ暴きで耐えると思った、あれパソコンの画面を見てこうやって答えるとさ、手元がずれて変なとこしたんですよ、私今日やっちゃった確か、ちょっと待てよ、ここら辺があれか、勝った試合の時にさ最後にさ私サンキューとかありがとうそうとかあるんだったらさ、そのチャット画面のボタンとか変なとこになってさ、スキルとしちゃってさ、あーうわー変なことやっちゃったと思って、何と思ったのね何この感じ悪い人って多分思われてるんだね、何スキルって誰のこと言ったの、はぁで、いやそんなことはないですけど、そんなことはないですけど、そんなことはないですけど、やっと出てきたかそこら辺が、うん、あそうだ切れとるんだ、私切れとるんだ、ごめんあの日本語の解釈取る方がさ言い訳じゃないけどちょっと見にくい、本当目がっていつも今お前音で歌えとるとか言っとったじゃん、ちょっと待てよ、なんで a これはシンボルだな、あいつはもう鳥の話は本当やめえだな、ごめんなさいどっちにしろ起こされるもんな、本当は絶対シュールさんだよな、届いたでよかったけどあれまだね、まだね、ですげえあれだな、あのペパリンが輝かしいじゃないけどさ、さてとさてというとこでこっちがあれか、どっちにしろあれだもんな、おっさん落とした方があれか、一回
お酒飲みもあれだもんな。酒飲みが集まったところか。これで、蘇生がおらんなってことだったけどな。そうだな、なかなか。いや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 、無情に。これもあれだね、なんかさ、ワイルじゃないけどさ、あのチョコ50でなんかスキル1回やめてあげるとか。ありがとうございますってことで。俺こういうの好きだ、だけど、うん、好きだな、うん。ありがとうございます。いや、そういうのも好きだね。ありがとうございますってことで。あれ笑っていいかな、あの犯人の通りだよね。まあとりあえずそう行きましょう。美味しさ行くよね。どうとかで2000円無理かな。57分。私アイド好きだよ本当、うん。あ笑ったわ笑ったわ。いいな、いろんな人。いや言っとるよ、はいって。私もはいって言っとるよ。次私が同じ立場だったら、あのお三足は、うん、デラスキアイの本当今なんか涙出てくる。楽しいわあれ。鼻も出てきそうだったな、なんか。言うとそうだね、あの目標値が低いとかあるで、そこら辺まで ここぐらい、みんなどれもいけるもんね。風のあれだね。トレントはもうあれだもんな。そこまではさすがにだもんな。でもトレントもあれだもんね。今回悶絶来とるであれだね。どっかって輝けるだろうね。これってブラジルもなんかあれ引きずるんかな。どういう風なんだろう。どういう風なんかな、あれ引きずるんかな。うん。あ、ミナレットがあるんだ。ミナレットだな。それジャパネット、ジャパネットだな。夢はジャパネットだな。書店にミナレットおるとさ、エデンじゃないわ。ベルサイユで打ってもさ、打ち漏らしてもまあいいかなってさ。ちょっと甘えが出るんだよね。お前どういう目標の低さ、そういうことは。うん、ちょっと待てよ。全体がおらんから、もうあの、行けるとこ行きますわ、素直に。ここの水辺はでかいよな、あれな。エドナさんを2体起こすんだもんな。うまく噛み合って、もう一発撃ってくるんだもんね。どっちしろ残ったってやつか。私も残ったってやつか。これは全体おらんな。こっちとか。だったらこっちもらっとこう。うん。そうだな。順番的にはエトナさんだもんな。あっちの方が後だもんね。これでもかってぐらいあれだね。ペッパーよう見るな、本当に今日は。あれが怖いんだよな、本当。そのリスクがこっちはあるね。色変えんから。確率的には低いから、まあいいかなぐらいには思っとんですけどね。うん。打てんかな、これ。生物のってことか。精神的なところじゃないもんね。あんまこういう、なんて言うんだろう、医学的なことはさ、医学的で、まあそれぐらい覚えるだって。あの、ひそかに思っとんのがさ、あの、中国の伊万里か。あれもなんかちょっとコスト的にさ、あの、遅延入れたい時に育ててもいいかなーなんて思ったんですよ。ちょっと遊び要素できんかなーって勝手に思ったんですよ。とりあえずこれもらっとくわ。うん。あの、これいやらしいね。ルームズに S つけ上がっとるもんね。いやらしいね、これね。いや、お前だけだろ。そんなみんなわかるだろ。お前だけだろ、そんなこと言ったのは。あの、火力的に多分さ、パレンケないわ。あっち行くと足りんかなと思って、言い訳しとる。
向こうをたげるべきだったかってあれだな、後付けになるとそうなるわな。目がほんとあれだね。ああもう1時1分ダメだな、いけんな、ダメだな、もういけんな、もう一回いけんな。並びやがったな、いっぱい。タンジャンまでおるか。そうだな、右2人落としたいよね。あ、右の左と右落としたいよね。ん？あ、そういうことか。そういうこと言っとるんか。え、使うなってことだね。え、違うんか、これって。そういうことだよね。そういうことだよね。そういうことだよね。すごいな。俺好きだよ、愛の性格。めちゃくちゃ好きだよ、俺。え、好きだわ、好き。うん。あれ、タンジャーでいいか、ちょっと待ってよ。あ、そうだ、タンジャー残ったの、ごめんなさい。ごめん、すっかり忘れとった。すいません、ごめんなさい。タンジャー忘れとった、ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。これ、小麦粉でもダメなの？スパイスってダメか。ごめんなさい。すいません、ありがとうございますということで。すいません。ありがとうございます。あの楽しい戦いを2000ほどあの過ごさせていただきました。ごめんなさい、ごめんなさい、あの段数気づいたからすいませんということで、あの一回向こうへ帰りますわ、それでちょっとおしゃべりいたしますということで、とりあえずまた向こうへ帰っていくでございますということで、はいということでチェンジ。はい、ということで例によって赤のところを帰ってきました。今のとこプチって言ってたけど、あっ、ぞき入れやがったの、大丈夫かこの野郎ということで、左の成績で折り返しまして、デッキは右の感じでなんか似とるようなところで、基本的なラインは一緒です。もう本当に3枠でなんかカバーを置いて、4枠で連撃して最後バビルアで行きましょうみたいな。で、現在の成績がこんな感じでございまして、差し引きますと、30もとい、26、7、27の、ん ?19。27の19。まあまあ、まあとりあえず行きましょう。行きましょう。あ、前、またゆるがりか、お前。よかったな、ハイレンデッキで。ゆるがりのデッキで入った時なんか確認してくれるというね。大体思うもんね。あの、2番手ぐらいとかにさ、スズメとか置いてある人、あ、3番手とかになんか置いてある、あ、ゆるがりだねって、ね、思いますもんね。とりあえずまあ行きましょうってことで、ドン。いいね。ゆるがりじゃないね。行きましょう、ドンってことで。ゆるがりと対戦とレギュレーション変えてくれんのかね。じゃないとね。ちょっとこいつ邪魔か、このあれが。このあれか。ちょっと待ってくださいよ。これぐらいか。これあると便利なんですよ。写真とかさ、変えるときにさ。私のあの、ホームボタンじゃないけどさ。あの、あれだね、パソコンのタッチパッドじゃないけどさ。そんな感じで使ったんですよ。どうでもいいね、お前の使い方なんかね。うん、そうだよね。興味ないもんね、そんなことね。まあ、とりあえず行きましょうか、ということで。こっちの、おっと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 、そう来たか。そう来たか。さて。これもう、ぴったりな問題だが、まさにパニックだが、さて、痛い。さて。まさにパニックだかこれ。ね、ぴったりぴったりだね。こういう時さ、あのエーデンだとさ、あの何、多少ミスってもさ、いけるんですけどさ、いけたいけた、オッケー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 、グッド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 。さて、ジーコ負け、iPhone コ負け、これもうダメだ、私あれか、老眼かな。そんな年齢じゃないよね、だって平成だもんね。
何と、いや、平成生まれ、平成ジャンプだもんね。平成ジャンプしとる時点で平成じゃないだろ、お前。まあいいや、まあ、そういう話は抜きにしまして。細けえな、これ。エデンの方がこの構成が組めるかな、思いっきり話し飛ぶね。あ、あー、そう、あー、あー、出会っちゃった、あー、出会っちゃった、帰ってください、帰ってください。お願いします。お願いします。色変えてください。お願いします。色変えてください。お願いします。色変えて。色変えてください。お願いします。変えてくださいよ。変えてくださいよ。あー、変えてください。変えんかったんか。あれ、何これ。不満で。え、何これ。ちょっとラッキー拾いすぎじゃない今の。マジっすか、マジっすか。これ昔さ、久保田利伸の歌で見せ、いや、お前久保田利伸の歌知っとるし、でお前平成じゃない、いや平成だって、あの昔あれだもん、昔じゃない、今聞いたもん、久保田利伸。あ、これあれだね、郷田に出会うと本当あれだね、あ、稼いでよかったと思う、こんな。どうだ、本当あれだな、私あいつ行かなかんかったな、しくったらごめんなさい、すいません、しくったらごめんなさい、マジですいません、ごめんなさい、今しくったわ、タヌ行かなかんかった、お前なんか幅き見るとさ、叩きたくなるんですよ、いや目の敵、お前いつも使っとるくせに、頼りにしとるくせに、いやだってあれだね、日風の最後の守護神だもん、今日のバビルアンみたい、本当にマジ思う、ちょっと待てよ、しくったな、あのタヌのやつ、そういうミスが多いんだぞ、さっきみたいなあれだぞ、プロみたいなお方の対戦はあれだぞ、お前本当おんぶに抱っこだな、マジ。でもこれホットリョボ、そのさ、デッキとかで打ち返るとなんてやろう、勝たしてもらってるとこあるけど、実際にそういうタゲとかさ、それから英語の回答の判断とかさ、でもちろんそのね、分かっとるけど、さっきのあのね、初手の打ち漏らし用に全体攻撃があったけどって、あれ多分わざとあのタイミングずらしたと思うんですよ、ああいうとこも考えると、そういうところのがあるだろうね、対戦の勝率とかに影響されるのシステムの方が本当はいいだろうねって思う、素直に。これはだけどさ、誰もあれだったけどさ、私あかんかったよね、あのパレンゲとか遅延もらってたもんね、あれめちゃくちゃ、あんなもラッキー拾ったら本当は負け試合だろこれ、パレンゲのとこだって持ってかれたもんね、あれは色変あればだったけど、色変あると思って使わんかったんかな、それか、そういうことかな、え、そういうこと、そういうことかな、あったもあると思って使わんかったら、あ、ラッキー拾ったってことか、新カッターで、なんでそういう読みまであったってことかな、だから逆にあれかな、コメント新方が良かったってこと、相手って、いや言うとさ、あの何番スキル何番スキルとかさ、ありがとうございますということでっていうこと言うとさ、相手にバレます。あ、あいつらなんか、チーム内でなんかごたごたして、お、よし、これじゃあ、スキル使っといてお得だ、ありがとうございますということで、っていう風になりますが。かな？どうなんだろう、あれは。まあ、喋らずそのまま行きますわ。やっとる構成は大体一緒だし、向こうの方が手持ちの駒が多いんで、喋れることが多いんで、デッキはあの最後で向こうでお話しいたしますとして。でもこれやっぱさ、あの、勝率とかもちろんあるけどさ、崩していろいろやった方が面白いに、負けるけどさ、負けるよそりゃ、あのそれ全部が全部構成が当たるわけじゃ負けるけど、でも面白いし、素直にやった方がいろいろどんな感じなのか、パーセンでもさ、これ実際にビルサイドがちょっとあの漏らすとかあるでもさ、やってみんとさ、その体感的にわからんっていうのは、あ、意外にあれなんだなって、いいんだなっていうのがさ、うん、こっちとか、うん、ずらしとくわ、あれだね、ハテナの獲物を奪ってかんでな、そういうとこもちゃんと見なくなる、
いやマジでこれ本当にさ、あのあれあれなんか一個あれだぞ。ほっと細かく見えるなんかこれ iPhone なんですけど、iPad に慣れすぎてるかな。あんたなんかね、最近ほんとね、ここ 1,2 週間ぐらいなんかパソコンの画面見とるといいな。老眼じゃないけどさ、多分寝不足だろうね。対戦しとるときほっとあれだな、3時6時ぐらいかな。普段が2時6時ぐらいかな。なんでお前そんな暇な生活しとるの。忙しくないくせに忙しいふりしとって感じぞお前。行くとこないだろお前、どっちみちそんなこと、まあ、そんなこといいっこないということで。残数見とるちゃんと。目がな、目がな、ちょっと待ってよ。なんだこれ、ちょっと待ってよ。ごめんなさい、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 ごめんなさい。あったな、少し食ったな。はばきだけちょっといただいておこう。ホットなんか字がすごい、パソコンの画面見とった方がいいなこれ。ホットここあれなんですよ、2枠3枠よりどっちかいうとあの4枠ぐらいの組成が結構あれだよね。あそこ起こしてハンコとかさ、あの辺りで、あそこだったハバキとかアヌンナキとか、それからシレーナか。シレーナは今日そんなに使ってくる人あれだね。今日構成的にあれですね、それがやりにくいですもんね、素直に。蘇生はおるけど真ん中があれなんだな。どっちにしろあそこのリオコあんたしくったな、あれな、あれを即答していかなあかんかったわ、あれしくったわ。ちょっとこうやって穴ができちゃうとあかんな。あれラッキー拾いすぎじゃないか。え、なんで、あれはいかんだろう、拾いすぎだろあれは。いやあれ絶対ラッキー拾ったぞ。あれ何パーセント出すんだ、え、見たいな。水になっとるな。41,490 だって。恐ろしいダメ出すなあれ。あれでもラッキー拾ったぞ、あんなもん。あそこで 100% 蘇生あったら全然あれだぞ。まだまだこの状況にならんもん。それは当たり前だろうな。まあ拾えるもんは拾っとくということで。そうだな、ここだとグーネーズとあれだもんな、あそこの剣士とあそこが起きたもんな。だよな、ありがとうございますということで。絶対に危なかったぞあんなもん。ちょっと今あの足元あったかくなってありがとうございますということで。これはこんなもん、あの ラッキー拾っとるぞこんなもん。あんな負け試合だぞ私。運も実力のうちなんて言うんだよ。でも運要素は絶対あるでしょうね。これは、それは思う。そこら辺のところは。敵味方の巡り合わせじゃないですか。まあ、とりあえずどんどん行きましょう、どんということで。でも50分だね。もうあと2000円ぐらい。3000円ぐらいいける？ 2000 円ぐらいなんとかならんかな。最後やっぱ大体あれだね、みんな。別がそだりあれだな。似てくるわな。すごい羽の人もおるし。
ベルサイユででも本当あれじゃないかな、耐える要素がないから絶対にエデンの方が有利は有利ですけど、そのコスト差15をどうするかなんだよね、あとはね、うん、こういう場合だとあれじゃない、朝ちゃんいけないんじゃないか、朝ちゃん同様ぐらいだったら打てんか、あとあれだね、そうだね、ピオちょっとあんまりあれ覚えてないけど、HP をこれは私ヒルズぐらい、そこぐらいだよな、おまけに風が全然いらんのになんで押しとんの、じゃあ一応ユキちゃんがさあなたもさっきみたいにあれだぞお前、いやどっちみちやられるんだったらそうじゃないって、まあスキルボタン押しとけみたいなさ、スキルビームのとこあるだろう、ポイントビームみたいなとこあるもんね、とりあえず押しとかなそうみたいなさ、性格悪いなあなたね、届かんなあれはな、先に答えたら誰だもんな、結局パレックは先に動かれるもんで、そこは勝負んだろうな、私とナモミ様モナミ様以外あれだもんね、火だもんね、引っかかるは引っかかるもんね、水に変えれん分っていうところありますけどね、ただ水が一概に本当有利だと思うんですよね、メグラス的に、そうだな、縁の2体持ってかれたな、そこら辺がどうかってとこだな、でちょっと待てよ、もうガーコの WH が本当だから全部一緒に見える、そうだそうだ WH は一緒だもん、めっちゃ細かく見えるよこれ、でさあれあれ暴きで耐えると思った、あれパソコンの画面を見てこうやって答えるとさ、手元がずれて変なとこしたんですよ。私今日やっちゃった、確か。ちょっと待てよ。ここら辺があれか。勝った試合の時にさ、最後にさ、私、サインキューとかありがとうをそうとかあるんだったらさ、そのチャット画面のボタンとか変なとこになってさ、スキルとしちゃってさ、変なことやっちゃったと思って、何と思ったのね。何この感じ悪い人って多分思われてるので、ね、何スキルって誰のこと言ったの、鼻で、いやそんなことはないですけど、そんなことはないですけど、そんなことはないですけど、やっと出てきたかそこら辺が、うん、あそうだ切れとるんだ、私切れとるんだごめん。日本語の解釈取る方がさ言い訳じゃないけどちょっと見にくい、本当目がっていつも今お前音で答えとるとか言っとったじゃん、ちょっと待てよ、なんで これはシンボルだな、あいつはもう鳥の話は本当やめえだな、ごめんなさい。どっちにしろ起こされるもんな。本当は絶対シュールさんだよな。届いたでよかったけどな、あれ。まだね、まだね。で。すげえあれだな、あのペパリンが輝かしいじゃないけどさ、さてとさてというとこでこっちがあれか、どっちにしろあれだもんな、おっさん落とした方があれか、一回
お酒飲みもあれだもんな。酒飲みがあったところか。これで。蘇生がおらんなってことだったけどな。そうだな。なかなか。無情に。これもあれだね、なんかさ、賄賂じゃないけどさ、チョコ50でなんかスキル1回やめてあげるとか、ありがとうございますってことで。俺、こういうの好きだだけど、うん、好きだな。うん、ありがとうございます。いや、そういう言うのも好きだね。ありがとうございますってことで。あれ笑っていいかな、あの犯人の通りだよね。まあとりあえずそう行きましょう。おじさん行きたいでどうとかで、ね、2000円おりかな。57分。私シャイド好きだよ本当、うん、あ笑ったわ笑ったわ。いいな、いろんな人。いや言っとるよ、はいって私もはいって言っとるよ。次私が同じ立場だったら、あのお三族は照らす気合いの本当、今なんか涙出てくる、楽しいわあれ。鼻も出てきそうだったな、なんか。言うとそうだね、あの目標値が低いとかあるで、そこら辺まで ここぐらい、みんなどれもいけるもんね。そうそう、風のあれだね。トレントはもうあれだもんな、そこまではさすがにだもんな。でもトレントもあれだもんね、今回悶絶来とるであれだね、どっかで輝けるだろうね。これってブラジルもなんかあれ引きずるんかな、どういう風なんだろう、どういう風なんかな、あれ引きずるんかな。あ、ミナレットがあるんだ。ミナレットだな。それジャパネット、ジャパネットだな。夢はジャパネットだな。書店にミナレットおるとさ、エデンじゃないわ。ベルサイユで打ってもさ、打ち漏らしてもまあいいかなってさ。ちょっと甘えが出るんだよね。お前どういう目標の低さ、そういうことは。うん、ちょっと待てよ。全体がおらんから、もうあの、行けるとこ行きますわ、素直に。ここの水辺はでかいよな、あれな。エドナさんを2体起こすんだもんな。うまく噛み合って、もう一発撃ってくるんだもんね。どっちしろ残ったってやつか。私も残ったってやつか。これが全体おらんな。もうこっち行っとくわ。だったらこっちもらっとくわ。うん。そうだな。順番的にはエトナさんだもんな。あっちの方が後だもんね。これでもかってぐらいあれだね。ペッパーよう見るな、本当に今日は。あれが怖いんだよな、本当。そのリスクがこっちはあるね。色変えんから。確率的には低いからまあいいかなぐらいには思っとんですけどね、うん、打てんかなこれ。生物のってことか、精神的なところじゃないもんね。あんまこういうなんて言うんだろう、医学的なことはさ、医学的でまあそれぐらい覚えるだって。あのひそかに思っとんのがさ、あの中国の伊万里か、あれもなんかちょっとコスト的にさ、あの、遅延入れたい時に育ててもいいかなーなんて思ったんですよ。ちょっと遊び要素できんかなーって勝手に思ったんですよ。とりあえずこれもらっとくわ。うん。あの、これいやらしいね。ルームズに S つけやがってるもんね。いやらしいね、これね。いや、お前だけだろ、そんなみんなわかるだろ。お前だけだろ、そんなこと言ったんだろ、あれ。あの火力的に多分さ、パレンケないわ。あっち行くと足りんかなと思って、言い訳しとる。
向こうをたげるべきだったかってあれだな、後付けになるとそうなるわな。目がほんとあれだね。あーもう1時1分ダメだな、いけんな、ダメだな、もういけんな、もう一回いけんな。並びやがったな、いっぱい。タンジャンまでおるか。そうだな、右二人落としたよね。あ、右の左と右落としたよね。ん？あ、そういうことか。そういうこと言っとるんか。え？え、使うなってことだね。え、違うんか、これって。そういうことだよね。そういうことだよね。そういうことだね。すごいな。俺好きだよ。愛の性格。めちゃくちゃ好きだよ、俺。え、好きだわ、好き。うん。あれ、タンジャーでいいか、ちょっと待ってよ。あ、そうだ、タンジャ残ったの、ごめんなさい。ごめん、すっかり忘れとった。すいません。ごめんなさい。タンジャ忘れとった。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。これ、小麦粉でもダメなの？スパイスって。ダメか？ごめんなさい。すいません。ありがとうございますということで。すいません。ありがとうございます。あの、楽しい戦いを2000ほど過ごさせていただきました。ごめんなさい。ごめんなさい、あの段数気づいたからすいませんということで、あの一回向こうへ帰りますわ、それでちょっとおしゃべりいたしますということで、とりあえずまた向こうへ帰っていくでございますということで、はいということでチェンジ、はいということでまた戻ってきたでございましてということで、まあ、ちょっとゆっくり行きましょうということで、長いよ今日は、本当長いよということで、もう順番に行きましょう、上からずっと寒くなってきたしね、本当に足が冷たい。あ、これはいいか。あ、こんなこれ、あ、上から順番にこれもやりました。こんな感じ一応組めるんですよ。一見強そうに見えるけど火力がない、素直に。絶対3番手あれだね、4番手か、これ60咲くんだったらここにあいつ入れた方がいい、やっとこう、そっちの方がまだいい。ただタケルだとあいつベルサイユじゃない、なんだあいつ、エデンか、エデンの漏らしがある、うん、ベルサイユだったらいいんですけどね、これがね、ベルサイユだとコスト45だから、そうするとあれか、あれがはまらんの、あれはまるか、ここで50、10下げて、あれ、はまるか、45で、あ、そうか、10下がって5上がるだけだから、はまるか。ただ、こっちは行くベルサイユの、凸が足りてないんで、実戦使えるレベルじゃないんで、ベルサイユあるんだったら、あれかな、初手ベルサイユ入れて、4番手やっとこ入れても、うん、悪くはないかなと思うけど、ただ、あと、エデン使わん時のその、耐える耐えんのが、どれほど、多分耐える構成にした方が、勝率は絶対いいでしょうね、素直に思う。タケルじゃもうあれだもんね、誰にも殴られるから、その代わり打てるは打てるけど確定ではないからね、ベルサイユの方がいいもんでっていうことですね。意外に強くなかった、悪くはないけどね、うん。私は向こうの連撃をあいつバビルアに引き継いだ方が絶対いいと思います。基本的にもうあれなんですよね、3枠カバウ、4枠回数攻撃引き継がせるで、5枠防御っていう構成じゃないかなと思う。で、初手効果力。2番手はあとあれかな、どう、ちょっとここはっきり言った答えが出てない、私。コスト的にね、はまりにくいってありますけど、これ意外に悪くないかなっていう。4枠をどっちにしてもいい。パレンケだとこの構成組めるんですよ。パレンケだったらもうちょいあれだね、2枠の方を色変にするとか、ちょっとごまかしていかなかんね、パレンケとかオバキューだと。
それか四幕の蘇生をもうちょいコスト低いやつ、ハンコとかあのあたりにしていく。結構ここの蘇生ハマりますよ。ただこれも当たり前のように、蘇生どこだったの、ここら辺いますがね、ここら辺だったか、あれ蘇生蘇生あれさっきおったよね、こんなあたりか、ハンコハンコいますがね、ここら辺はめてってもあれかなって。こいつも40台はまるんですよ。はっきり言ってどっちがいいかわからん、風を起こしたいのか火を起こしたいのか。ただ確率的に風の方が遅延食らう可能性高いんで、火使って風を起こした方が事故が少ないっていうのを遅延ということで、私の大好きな静岡ラインが、あいつ本当ぶっ飛ばしたらとか、いい加減本当に俺のやっとこの辺まとめやがってということですね。シーサマ使っておくせ、お前生意気なこと言うなということで、そういうことは言わないということで、これも一緒、そうそう、こっちの方が遅延の回数が少ないよね。で手持ちとかで言うとコスト的なこと言うと、ハンコ使って他のところにコスト割いていくかっていうのも別にありじゃないかなっていう。これやると候補足じゃないとあれなんですよね、パレンケとかだとコストが面白いって組めんのですよね、ギリギリだもんね。だから田島のとこもうちょい下げていくとかっていう構成じゃありじゃないかなって。うん、初手はちょっと違いますけど、こんな感じで上り詰められてきた人がいたんで、拝借いたしました。スターに、そうだね、水辺、水じゃないけど全体引き継ぐのは後ろなんか水欲しいもんね。コスト的に避けるのはあるんだけどですよね。初手のタケルかなっていうところだな。あとこれ45のあれにするときついんだよな、ベルサイユが入らんから。そこですわね、2番手そうだな、パイセンの火力も欲しいところだな。これは人それぞれだけど、私あんまりあれなんだな、2枠パイセン入れていくってことはやらんすよね。どっちかというとコスト的な問題もあるけど、蘇生はあれなんだよね、これセルフ蘇生させんっていうのがいいんですよね。それで引き継げるから、だって水起こしは絶対引っかかりますがね、どんだけ引っかかるかというとこですけど、悪くはないと思う、素直に悪くはないって。まあそんなあれだの、勝っとる人のこと、まあ偉そうに言うのはそういうことは言わないということで、うん、いやシーサマやったろうかなみたいな。でコスト的にこんな感じだった、田島シーサマバビルバーを、いつもの日じゃないけど田島シーサマハバキのラインをどうにか無理やり作れんかなって。まずこの3枠ボコッと埋めて、で初手効果力とりあえず私の持っとる中で、ここでエデンはアウトなんで、アウトってことないけど60入れたらあと5だもんね。何入れる、7個でも入れとく、さすがにあれでしょ、ちょっとあれだろ、1000だもんな、田島叩いて割りか、危ないよな、それな。それもあれだもんな。バフ食らったら全部バフ食らうか。デバフか。食らったらあれだもんね。叩けんよね、多分ね。じゃないんかな。わからんすよ。想像で言ってますけど。なんでこんな風にしました。不安定だね。今回の構成だというと何？田島シーサマ、それからハバキとか、地獄スズメとかのライン作りたいときって、ここのところ。ここに、大会の人多分あれじゃないかな、エトナさん入れるんじゃないかな。でその次うどんとかで、私だと実は色変とか入れていくっていう、そこら辺の3パターンぐらいかなと思うんですけど、特にエトナさんの構築が作れると綺麗に落とせんからさ、ここで残数444か、ここで333か、ここで222かっていう状況が作りにくいから、あれですよね、機能しにくい。ここは出会いにくい。ここでだってあれだもんね、パレンケとかで出会ったってしょうがないもんね。ここの4枠のやつらと出会いたいもんね、止めたいのはそこですもんね。強力な、なんだ、盾じゃないけどさ、はばきとか、あの辺りを止めたいですもんね。それか、花ちゃんとか。あんまりあれだね、ここがやっぱあれだね、穴になるんだね、火力不足で、平たくつなげんからやりにくいところですよね。なんで、エデンもおるから余計ずれやすいっていうところがある。それで、うん。これもあれかなと思う。パレンケが使えん時の何コスト的に言うと、これを代用したってところかな。これだけじゃ正直あれだね。パレンケがおってようやく機能するってことかな。ちょっとここ運要素がある。要は遅延をずらしたいっていうことで、こんな感じにしてみたんですけど、悪くはないけど火力不足的なことがあるかなと思う。自分で火力出せるんだったら多分もうサポート回らず売っていっちゃってもいいかなと思う。赤蛇とかあの辺り使っててさ、そっちの方がって思います、素直に。うん、そうそう、引き継ぎ枠としてハンコが正しいかどうかは別として、こんだけやったのにハンコ使ってね、蘇生狙いじゃないけど、それってそこので残数稼ごうということだったら、余ったコストをもうイオタウルスに入れた、素直に。どっちみち風は食らいますけどね、遅延はね。火がない分、ただあれだね、あいつ後方足が3枠によっても行きやすいかなって、そこそこ見るんですよ後方足、イベントの方じゃなくても普通の方もって思ったんですよね。
なんで田島よりはコストが余るんだったらこっちの方がやりやすいかなって、最後の守護神はやっぱバビルは変わらんかなって、これがそうですね、さっきやっとったここら辺が一番あれじゃないかなと思う。まあ1枠効果力、2枠できれば入れたいけど、一番ここは何にしたかな、妥協点にした。3枠も妥協点だけど入れれるんだったらこうやってあれか、耐久オバ級入れるとコストが5安いけど、その分全属性になるから全部食らっちゃうから、火だけは絶対避けたいもんで、ね、パイセンとかパイセンとかパイセンとかアップしてくるから、風か、本当は風でいきたいんですけどね、色的に言うと意外に風でもそんな不利じゃないかなと思うと、水だから有利っていうふうには思ってないですよね。別に裏目食らう時はありますから、裏目食らうっていうと風の遅延が避けたいし水も嫌だということで妥協点で水にしとるんか、火のあれかデバフ食らうのと風の遅延かっていうことだからということですね。まあ、何べんも同じこと言ってもね、まあ、そんな感じでございますということで、これが、ね、セルフ蘇生が耐えんのですよ。耐えんというか、あの火力出せんからね、耐えたからって相手のパレンケ軍団を落とせんのですよ。そうだわな、いくら貫突させたってガッサの、火力じゃ2500だもんね、シレドルはね回数もかからんし、で自分だけじゃなくて他になんかねエンパさんとか追ってくれりゃいいけど、味方の火力枠がないと積むっていうか、蘇生しても残数がずれずに結局そのままいっちゃって火力が引き継げんままじゃないけどっていうところですね。だったらもう自分でパレンケ使うか、あれだね、全体攻撃じゃないけどエンパさんとかそこら辺か、ピカリアとか、それかあれかオオカミマンとか田島とかかに使ってったらいいかなってことですね。ただやっとこ使うとコストが重いんで、やっとこバビルはそれからエデンか使うとこんな感じになっちゃうん でトータルで使えるコストが37、16、8でしょう。37、16、8、61か、61をどう割り振るかってことですね。そこだよね、そこのところですかね。本当はやっとこ使いたいんですけどね、真面目に、うん、3000-8でしょう。そこはでかいんだよね。そうだね、3000-8だもんね、それがでかいんですけど、そういうとこだね。やっとこ入れはベストだと思うんですけどね。だったらみんなやるわなということで、これも無理やり遅延構成作ってみました。あ、まあ、あれだな、コックスレーだけど最後完全あの火力不足なのと、最後やっぱコンテナでの 100% じゃない蘇生入れるよりさ、今日で言うと別に使っとる人ほど非難するわけじゃないですけど、いよりあれだな、いつものはばきじゃないけどさ、代わりのバビルアとかそういう盾的要素っていうのを追った方が蘇生させた後があのカラカラの体力になっちゃうね。そこであれですね、エヴァンジャーおりゃいいんですけど、これやってみたけど普段なら多分こんでもいいかなと思うんですけど、あかん、やっぱ痛烈な火力不足、本当に回数攻撃もないし引き継げんし、思う。コックスとかそうだな、お酒飲みとあれだもんね、4000-7000-3000ぐらい、約2倍ぐらい違うから、これは正直ね、うまく遅延と出会えてそこ止めたからって最後持っていけるわけじゃないから、やっぱ私最後あれかな、はばきとかの方がいいかなと思う、この構成組んでいくんだったら。4ターンのあれだもんね、蘇生でもちょっと遅い時あるから安牌じゃないけどさ、今日はエデンとかあるから比較的最後の4ターンが置きやすいとかありますよね。で特にコスト的に遅延に避けにくいですもんね、親父とかね、クママとか入れにくいですもんね、それやると他のとこ穴になりますもんね、どこに穴に作るかってことですもんね。ということで、これがそうか、やったやつか、まあ、一番あれだろうね、意外にこれが何、火だけ限定なんだけど、そこそこあれだから色変とかですけど、別に風変されるんだったらまあそんなあれだもんね、水変されるとかさすがに辛いですけど、でもパレンケが色がね風だと水変はなかなかやってこんですよね。意外に引っかかるっていうか、相手が何火ばっかで一体風とかっていう結構積みゲーじゃないけど相手にとってっていう瞬間が多かったから、悪くはないかなって使ってみて気づきました。これは普段でもだからありなんかなって思う、コスト的に安く下げれるからっていうとこですね。入れれるのは無理な選択肢じゃないですけど、多分外れますけど、今回だとこういう構築組んでいくと、特にエデンとか使ってエデン最終枠バビルはで固定しちゃうとっていう風になるんですよね。まあ、バビルは4枠に入れるという手もあると思いますよ、うん、そこら辺は。でもどっちにしてもそこら辺使っていくとコスト的に意外にこの差がパレンケとの差か10ぐらいありますよね。パレンケいくつだったら忘れちゃったけど、がでかいかなと思いました。素直にイベ補正があるからってなりますけどね、うん、まあまあ、あの見たデッキをねちょっと、あそうか、そこ動いたりするんかなって、まあロマン砲じゃないけどさ、うん、まあ、耐えたら一発撃てるよみたいな、やっとこで全体攻撃してっていうとこですね。うん、こういうの結構好きは好きだけどね。最後ただスズメはさすがにあれだろうね、これだともうバビルアでいいかなと思う、これだったら素直に。
あれからね、動かんことないですよ、結構意外と。2枠のあれだもんね、パレンケ置いてるから耐える可能性もあるから、うん、うん、まあ悪くはないと思う、そんなに。いや、というかあれですよ、あの、対戦してる時にいただいたんですよ。あ、そういうことやらっしゃるのねって。あの、あれですよね、やっとこが完成する前提になっちゃいますけどね、これはね、素直に。でも私これ好きだわ。最後の構成は多分違ったと思うけど、コスト的に余ったの入れてましたけど、バビロアでいいんじゃないかなと思う、素直に。うん、はい、遊びたかったです、素直に遊びたいです。リュウグオスさんで遊びたかったです。これが今6凸の状態、ただこれはっきり言って勝ちにつながるというか、遊びたいっていうだけ。ここやっぱカバー構成のあれかなと思う。これ入れるんだったらまあ連続攻撃かぶってても田島のもあれかな。ただコスト的にはもうちょ重くなっちゃうのありますけど、で車内もでこれを何こいつ入れただけ。これは別に水に変えるっていう意思じゃなくて、コスト的に足らんからもうどっちでもいいわみたいな感じで無理やり入れた感じ。うん、まあここの一発ぐらいの火力は出せますよ、瞬間的に。ここまででも引き継ぐのがね、ここの火力よりここのが欲しいよね、絶対に。ここは抜けるもんね、遅延がなかったり、花ちゃんとかシレーナだったら抜いていけるとこだから、そんなにここで幅っぴ動かれるのは怖くないけど、ここで動かれた時きついから、それがこの3ターンがうまく届くのかって言われると結構届かんシーンが多いから、ここがねたまに蘇生引っかかったりとか綺麗に倒れるってわけじゃないから、一概にあれかな。ここ3ターンがね、ウィス君の4ターンのあれがでかいと思う、素直に。まあロマン砲でたまには遊ばしてくださいなみたいな、うん、勝ちに近づくかっていうとどうか微妙だね。凸が進んだからの問題じゃなくてスキルの問題かな、3ターンっていうとこかな。面白いは面白いですけどね。まあね、勝率は下がってきますよ。うん、耐えてさ、最初エデンがちょっと入れれなかったですけどさ、要は耐えて蘇生してさ、繋いでどうかなって、なんかわがまま構成じゃないけどさ、もう圧倒的火力不足、味方が火力ソースじゃないけどさ、ああいうやっとことかあそこら辺出してくれる人がおるんだったら機能するね、かなりね。ただ全員サポートじゃないけど、そういうデッキになると積む。今日に関してはサポートで組むより、どっちかというと火力枠で組んでサポート狙いにした方がいいんじゃないかな。出せるならもう自分で出した方がいいと思う、なかなか、うん、って思います、素直に。うん、まあこれもねまあやろうとしてることは一緒ですよね。パーセンアップしてどうかなーって、これがね何凸かな、5かな、うん、42でギリ、あそうか、もうちょいコスト避けるか。そうするとコックスになっちゃって、ここは何なるね。最後は結構重いの置いていいかなと思う。重点的に言うと一番最後は重く置いていいかなと思う。あのバビルアがなかったら無理やりはばきでもいいと思う、素直に。そっちの方がその分他のとこ安く下がっていくとあれかな。所定をまああれだよね、熊野タンか朝ちゃんでとりあえずコスト的にはそんな十分じゃないかなと思う。エデンはもうあれだもんね、エデンの人かそれかベルサイユとかの、ね、打てる人に任せてさ、おらんかったら諦めるじゃないけどさ、それかもう熊野タンで突っ込んでいく。乱数って言ったら、ね、完全に打てるわけじゃないからね、ラッキーパンチは拾えるからっていうとこですよね。それしかあれかな、コスト的に割くとこどこを割くかって言われるとこですよね。最後は結構重く入れてもいいと思う、うん、だったらあれだね、ここを蘇生とかにして火力していくってとこになりますよね。その代わり火力不足になるから、やっぱ4枠火力構成を最後5枠でカバウじゃなくて防御か盾かで引き継いた方がいいんじゃないかなと思うでございますということで、うん、コスト的になんかぴったりハマったんでやってみました。馬具がすごいハマったのを見た時があったんですよ、数回。ああ使ってみて面白いかなと思って、これがね5凸ぐらいじゃないかな、6凸か、うん。やっぱ引き継ぎ枠としては別にあれだよ。ただ蘇生はもらえんし、一発だけだから、やっぱバビリアの3ターン継続の方が素直にでかい、これは思う。一回ここで引き付けたからって、それで終わるわけじゃないし、蘇生して味方でも自分でも起こしてもらって、で、次っていうことになると、2ターン、3ターンは継続だから、バビリアの3ターンがちょうどでかいんですよね。蘇生分しても、されても何、そこが無駄にならんからって思うんですよ。悪くはないですけど、同じ40のコストだったら、同じ40じゃないか、バビルはもっと低いか、だったらバビルは使った方がいいかなっていうのが素直な感想かな。で、ここは、正直パーセントアップ入れてきるの多分、今デッキ組めるようなコスト構成じゃないからさ、初手とかに結構コスト割かなあかんから、エデンがおらんかったらいいんですよね。あれが体力低かったらいいんだけどさ、おっさんだって、あいつ、シュールさんだって体力あるからさ、ある程度コスト割いていかなあかん、30いくつは割かなあかんからって考えると、ここら辺で穴作るのが一番じゃないかな。それかここでソース入れるか、どっちかかなと思いますね、素直にね。
あ、これ一緒か。これも似たようなことだね。そうだね。これあれか。何をしようとしたんだ、これは。あー、全体攻撃つないでなんか横着いことできんかなとかしたんか。あわゆくば、あわゆくば、芋煮からあわゆくば。芋煮がただ全体攻撃したら痛くも痒くはね、ないよね。ちょっとぐらい痛いか。まあ、あんまこう、多分あの、炭素の前倒しはやらん方がいいと思う。一応やってみました。どれぐらいになるんかなと思って。素直な構成がなんかいいんじゃないかなということで、そんな感じですね。ということで、そんな感じで、まあ結論的に言うと、あのデッキはあれか、最後のに戻しとくわ。入手とか、その、なんて言うんだろう、今の、あれか、構成的に言うと、ここら辺ぐらいじゃないかなって思ったんですよね。初手をエデンが何、私6凸だけど、これが、向こうが4とかだったかな、確か。4か3と2で、向こうはだから以前使えんかったんですよ。いや、使っても多分ダメだろうなと思ったんで。だったらこれを熊野丹とかに変えて、2枠をもうちょい重くしていくとか。そうするとパレンケはまあ、ある程度皆さん持っとると前提で言うと、リオコがちょっとあれか。多分その役に立つと思ったら育ててないと思いますもんで。ここを逆にヘビとか、やっぱ水でいきたいな。水じゃなくて風でいきたい。あの、火は避けたいね、最悪の事態は。あの、ゴーがおると止まるもんで。赤蛇よりあれか。そうするとやっとこう無理やり使っていくかっていうこと、連撃タイプか。パレンケだったら連撃しかあれですもんね。あの全体だとね、平均的に舐めてってやもんね、前も言いましたけど、ハバキとかあそこら辺残すんですよね。貫突の花ちゃんとかでも、危ういとこあるもんね、縦のかかり方によっては。だから連撃の方がやっぱいいかな。ピンポイントで蘇生を叩き落としたいときは、そっちの方がいいかなと思う、本当に。真面目に思いました。本当にこいつ、ごとつだであかんすけど、1700だわ。貫突でどんなもんなの ?2000 ないぐらいですよね、多分。2000ぐらいじゃないかな。ちょっとめんどくさいであれですけど。2000とさせてください。16000×8 で。少ない火力だよなと思ったんですよね。やっとこに比べると半分ぐらいだもんね。だけどこの8回を引き継げるというのはでかいですよね。回数攻撃結構正義だね。サルパーでもそうですもんね。あれ、16回攻撃か。ほとんど何、ミスなくっていうかさ、ムラなくっていうの。あの、タゲが億劫じゃないけど、適当にやっといても大体落としてくれるから、もちろんピンポイントでいかなあかんくて、全体落とすのに火力が足りんときはあかんすけど、回数攻撃ほんと正義だと思う、これは。花ちゃんとかシレーナの全体より今日に関しては回数攻撃の方が絶対やりやすいかなと思います。特にバビリアはイベ補正かかってかなりの火力出すから、だってこれ5000ぐらいあるから十分だよね。スズメより火力多いもんね。で、火だもんね。ハバキより多分火力多いよね。イベ、あの、単純な火っていう換算で、相手が水とかってことはやめてくださいよ。今日の火風の条件に関しては最後水がそんなに出てくると思ってないですから。火なら別にあれだもんね。エヴァンジャーで等倍で突っ込めるから悪くはないかなと思うんですよね。素直にね。うん、あ、日風だと有利だったかな。ちょっと忘れましたと思います。そんな感じでございまして、長々ということで、うん、楽しかったでございます。いろいろ遊んで、まあ、これ以外にもっともごちゃ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 入れましたけど、ね、キリがないんで、あのデッキの枠がないんで、まあ、こんな感じでございました。そんなことで、まあ、ちょっと疲れて眠くなってきたので、目がなんかあれだもん、しょぼしょぼしてきてもね、まあ、あとあれか、3時ぐらいまでやるか、で、また6時ぐらい大きいんでしょう。なんでそんな暇なの、まあ、そんなことありません。そんな感じでございましたということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。